YouTube 配信いたします。はい、はい、1分前です。はい、始まりました。旅人健二さんの暇だから世界一周してみた。パーソナリティを務めるのは私、方向の旅人健二さんでございます。はい、こちらの番組は私、方向の旅人健二さんがこれまで渡航した世界約60の国と地域を世界一周という形で結び、それぞれの国の見どころなどを旅のエピソードを織り交ぜながら紹介していく旅番組でございます。コロナ禍の中、なかなか海外行けないと思われている皆さんに少しでも旅行気分を味わってもらえるような番組を作っていきたいと考えております。ということで、今週の金曜日、はい、暇だから世界一周してみた始まりましたが、本日はゲストさんをお迎えし、なんとカンボジアから生中継でお送りしたいと思います。本日のスペシャルゲストさん、カンボジアのアンコールワットのある町シムリアップでカフェを営んでいらっしゃるフレッシュフルーツファクトリーのオーナーさん、ヒロさんです。シャムリアップソー、シャムリアップソー、こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。本日はご支援いただきありがとうございます。はい、本日だいたい1時間ほどの番組なんですけれども、ぜひともカンボジア、はい、それからアンコールワットの今の状況などいろいろ教えていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、なんか僕ばっかり喋ってるみたいなんですけども、ちょっと、ヒロさんのプロフィールね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、フレッシュフルーツファクトリーのオーナーさん、ヒロさんでございますけれども、こちらのフレッシュフルーツファクトリーというお店、あのアンコールワットにあるセムリアップに2015年にオープンしたカフェでございます。現在猫ちゃん10匹と、まあ、営んでいらっしゃるみたいなんですけれども、こちらのフルーツ フレッシュフルーツファクトリー、まあ、名前のごとくね、カンボジアのフルーツをふんだんに作ったパンケーキ、パスタ、スムージー、こういったメニューを、まあ、提供されており、中でもおすすめはかき氷らしいです。はい、コロナ禍前までは、ね、いろんな国から、ね、ゲートさんが来られており、で地球の在り方にも掲載されているセムリアップ人気のカフェ店でございます。ということで、ヒロさんよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、はい、何か、お店の方で、なんか、アピール、うん、なんかするものがあれば。かき氷が美味しいんですか、一番はおすすめは。そうですね、やっぱ果物って日本だとどうしても、うん、高かったり、自分で食べるというよりも、こう贈答品とかお歳暮とかですけど、やっぱカンボジアは、まあ、本当にたくさんの種類のフルーツが、まあ、本当に安く美味しく食べれるので、まあ、これをぜひ味わってほしいということで、どんな料理とかメニューがいいかなと思ったら、やっぱかき氷がすごく、はい、暑さんにもちょうどいいですよね。そうですね、やっぱり、遺跡観光はかなり暑さでみんなへばって、そうなんですよね。遺跡観光ね、朝のアンコールワットまでいいんですけど、その後のバイオンから結構ね、しんどい、またコアな話が始まりましたけれども、はい、それでは今日、はい、一日、ヒロさんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、はい、皆様からのリクエスト、メッセージ、コメントお待ち申し上げております。カンボジアのヒロさんに聞きたいカンボジアのことやアンコールワットのことなど、どしどしリクエスト、コメントいただきたいと思います。ツイキャスからは FM 那覇を検索し、 FM 那覇 78.0MHz 来年20周年をクリックいただいて、ライブの現在の放送、はい、こちらの生配信の方から、コメントよろしくお願いいたします。また YouTube、の方でも配信しておりますので、YouTube の方も FM 那覇で検索していってください。はい、で本日放送いたしました、内容に関しましては、しばらくの間ツイキャス、 YouTube でも録画配信をしておりますので、また、お聞きになっていただきたいと思います。また私の、写真エッセイなど、はい、インスタグラムアメーバブログの方で、紹介しておりますので、旅人ケンジさんのインスタグラムアメーバブログは、はい、小文字アルファベットで旅人ケンジさんで、またはアメーバブログは旅人ケンジさんで検索してみてください。78.0FM Naha Your Radio Station。改めまして、本日のスペシャルゲスト、カンボジアのアンコールワットのアルバイト、シルヤプテカフェを営んでいらっしゃるレシフルトファクトリーのオーナー、ヒロさんでございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ヒロさん、カンボジアの方で、まあ、今現在もお店を営んでいらっしゃるんですけれども、なぜまた、はい、カンボジアなんでしょうか。なんかカンボジアになんかゆかりがあったとか。カンボジアで移住されてる方って、やっぱ結構旅行で何回もカンボジアに来て、カンボジア大好きっていう方が多いんですけど、うん、僕実はカンボジアに移住するまでに1回もカンボジア来たことないんですよ。ということは全くカンボジアに行ったことがないのに、カンボジアにお店を出された、はい、移住されたと。そうなんですよ。僕は今はもちろんカンボジア、もありますけど、正直カンボジア全く知らなかったんですよね。いや、これまた何か神のお告げでもあったんですか。なんかカンボジアに行けとか、なんか、うん、アンコールワットに導かれた。仏の力すごいですね。アンコールワットに導かれ、アンコールトムの、バイオンですかに導かれた。まあ、冗談はそれさておき、なんかきっかけとか何かあったとか、はい、やっぱそのカンボジアっていうか、その海外で何かこう、自分の やってきたことをこう生かして、なんか新しいことをやりたいっていう気持ちがすごい強くて、まあ、やる限りにはやっぱり成功確率高くしたいじゃないですか。ああ、もちろんそうですよね。そうですね。で、まあ、カンボジアっていうのはその当初、そのベトナムとか他の国っていうのはやっぱり外国人、僕みたいな外国人がその国でビジネスをするときはどうしてもその土地のパートナーとこう共同でやらないと会社作れなかったりするんですよね。そうしますよね。そのカンボ、そこの現地の、人間がその、はい、なんか社長かなんかにいなきゃいけないとか、そうですね、なんかいろいろありますよね。そうです。ただカンボジアっていうのはそれがなかったんですよね。あ、カンボジアないんですか。ないんですよ。僕のお金 100% で会社を作るってことがまずできるんですよ。はい、そうです。僕もね、タイの人に聞いたんですけども、絶対になんかタイ人、はい、タイでその会社を経営するにはタイ人 の、 その、人がいなければ、はい、その組織の中にいなければいけないというので、それ聞いたことなんだけど、カンボジアは単独できるないんですよ。なるほど。で、僕はやっぱ最初カンボジア右も左もわからないので、やっぱり日本人っていうとなんか、騙されちゃうんじゃないかとか、まあ、なんかそうい う、 こう変なあの先入観もあったので、ただカンボジアは僕だけで会社を作れるっていう、まあ、そういう、それが正直一番のカンボジアを選んだ理由なんですよね。なるほど、それで2015年にお店をオープンされて、はい、で、はい、で今日ちょうどね、ズームでヒロさんとお話しさせていただいているんですけど、はい、ちょうどお店の後ろに
いろんなその旅人サイン書いていますね。そうですね、いろんな方が、うん、まあ、世界観光から、はい、これは、うん、アンコールワット遺跡観光に来られてヒロさんのお店を訪れたというような感じ。そうですね。あ、なるほど、はい、でそこでちょっと、うん、今どうです、ジムリアップ。まあ、どこのね、あの国もやっぱコロナですごく大変だと思うんですけど、うん、まあ、シェムリアップっていう町は、うん、やっぱアンコールワットを世界中から目指して観光客が来る町だったので、もうほぼもう観光業に頼ってる町だったので。そうですよね、うん、はい、ちょうど今、空港が閉鎖されて観光ビザも発給が止まってからちょうど1年半。あ、空港止まってる状態なんですか、シェムリアップ空港。そうです、まだ空いてないですね、シェム。はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、だから、まあ、最初はみんな結構カンボジア人もみんな楽観的で、まあ、半年ぐらいでなんとかなるでしょうという話で、結構みんな楽観視してたんですけど、ここまでみんな長引くとは思ってなくて、はい、なので、やっぱりほぼ、まあ、今パッと見た感じだともう半分以上のレストランやホテルがもうクローズしてる状態で、はい、やっぱりすごい寂しい状態っていうのがまあ現実という、うん、そうですね。であとちょうど今1年ぐらい前からそのシェムリアップだけその道路の拡張工事っていうのが始まっていて、はい、で、うん、まあこれも正直日本みたいにこうスケジュールをきちっとしてこう、うん、ロジカルにこう進んでいくっていうことがやっぱりないので、なんていうんですか、その無計画な道路工事で、まあ、かなりこう、ま、街もこうほこりっぽくなったり、うん、穴が開いた状態がそのままだったりとか、多分シェムリアップに、お見えになられたことがある方はやっぱかなりこう街の雰囲気がその道路工事で変わってしまう。はい、まあ、そのダブルパンチですね、今。あ、なるほど。日本でも、はい、まあ、ヨーロッパとかアメリカのなんかロックダウンの映像がニュースでちょこっと流れるぐらいはあるんですけれども、はい、カンボジアの現在こういう状況ですって、はい、僕、まあ、YouTube とかで上がってるかもしれないけど、普通の日本 の、 そのニュースとかでは見たことないので、はい、まあ、そうなんですね。おそらく日本の多くの方が今あのアンコールワット、アンコールワットがある、うん、あの街はどうなったんだろうということで、おそらく今のお話を聞いてすごくなんか寂しいというのか、あ、まあ、言葉ですけども、やっぱりそうなんだという感じで、うん、聞かれて、うん、これってどうなんですかね。まあ、日本はちょっとねコロナが、まあ、数的に感染者はちょっと少なくなって、まあ、そもそもなんか日本でも GoTo キャンペーンを始めようみたいな雰囲気がなんか出てきてるような感じだけど、カンボジアなんか動きとかあるんですか、はい、なんかやっぱり。そうですね、もう本当ね、うん、この1週間のうちにかなり動きがあって、うん、で10月もシェムリアップもやっぱりそのロックダウンで2週間ぐらいロックダウンだったんですよね。で、まあ、ただその、カンボジアの首相さんが、もうカンボジアはウイルスと共存していくんだと。ウイルスと共存するんだ、うん、そうです、テレビで大々的に演説をして、で、もうとにかくしっかりワクチンを打って、うん、でその後はやっぱりみんなでこう共存していく方法を考えていこうと、まあ、そういう、うん、はい、演説をして、僕はすごく英断だと思っていて、はい、で結構そのカンボジア の、うん、人たちもそこはすごい支持していて、それで大体こうタイ、隣国のタイとかベトナムに習っていくので、で、まあ、タイがその46カ国の、対象国を一応その隔離なしでもう入れますよと、いうことを発表しているので、なるほど、多分その、はい、一応シェムリアップに関しては来年の1月1日から、はい、隔離なしで、はい、ということは、はい、日本人も対象に入るという。そうです、そうです。ということは、はい、僕がパスポートを持って、まあ、なんとか、はい、うん、シェムリアップに空港なんなり飛行機が飛んでいれば入っ
て、はい、でもちろんビザはいりますよね、はい、ビザはあの今あのアライバルビザっていう長いビザは取れないんですけど、まだ観光ビザ、ただ観光ビザ取れますもん、今現在も取れます、取れると。で取れます。9月1日に隔離なしの OK サインが出たら僕も隔離なしで行けると、はい、そうです、行けますね多分。じゃあ今日早速チケット取ります。はい、はい、でまだこれはまだ1月1日と、まあ、一応予定というような感じで、そうです、あの準備を進めてますっていう発表は政府から今も出てますね。なるほど、うんうん、あ、はい、情報整理いたしますと、カンボジア在住のヒロさんの情報によりますと、はい、どうやらカンボジアまず観光ビザは取れるようになったということで、なりました。かつ、はい、来年の2022年の1月1日からは隔離なしでシェムリアップに、はい、これシェムリアップ限定と、ね、シェムリアップ限定というかその、はい、例えばそのシェムリアップ入ったら、うん、その長距離の移動はしないでくださいという前振りは、はい、あ、なるほど、一応あります、うんうん、で一応隔離なしで、まあはい、入国できて観光ができると。できます、できます。あとは飛行機が飛んでくれるかどうかと、うん、そうですね、はい、まあ、おそらく合わせて飛ぶでしょうね、はい、そこはもうすごくみんな期待してますね、うん、で、はい、そこで、まあうん、まあ、徐々にですけれども、まあ、盛り上がっていったらいいなという感じで、そうですね、はい、そうですね、まあ、世界的にもコロナと共存して、で、まあ、どんどん観光客を、うん、まあ、一部部分的かもしれないけど受け入れていこうという国とかがね、まあ、出てきたりしておりますから、はい、うん、そういった意味ではやっぱり、うん、アンコールワットを持っているカンボジア政府というのは、うん、ある意味英断をしたのかなという。そう、そう思います、はい、なるほど、はい、これってやっぱり現地の方に直接に聞かなかったら、ね、生の情報なかなか、うん、聞けなかったので、はい、あ、すごい最新情報ですよね、うん、それもね、これあの本当につい最近だったので、うん、つい最近これは、あ、はい、今日、お聞きの皆さん、超別にカンボジア別に行かないという方は別にお買い得じゃないですけども、まあね、あの頭の隅っこでか、あのコロナ明けたらアンコールワット行ってみたいなと思っている方、うん、来年の1月1日から行きます、はい、うん、隔離なしで行きます、うん、ということで、僕もちょっと航空券調べてみようかなというふうに、はいはい、思います。ぜひ、はい、はい、はい、で、まあ、そのようにコロナが明けて、まあ、観光業がまあ復活して、で、まあ、はい、これから、まあ、カンボジア、それから、うん、ヒロさん、それからどのようにして、うん、まあ、これからの展望とかそういったことをいろいろね、はい、うん、伺いたいと思いますので、はいはい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。皆様からのリクエスト、メッセージ、コメントお待ちしております。はい、ツイキャスの方からメッセージありがとうございます、いつもありがとうございます。まーちゃんさん、楽しみにしてました、ありがとうございます。先々週かね、予告させていただきましたけれどもね、はい、楽しみに待っていただきましてありがとうございます。はい、皆様からのリクエスト、メッセージ、コメントお待ち申し上げております。カンボジアのヒロさんに聞きたいカンボジアのことやアンコールワットのことなどなど、どしどしリクエストコメントいただきたいと思います。ツイキャスからは FM ナファ、FM ナファを検索し、 FM ナファ 78.0 メガヘルツアットマーク来年20周年という長いそのタイトルをクリックしていただいて、ライブの現在の放送の生配信、はい、こちらの方からメッセージよろしくお願いいたします。また YouTube の方でも生配信しております。 FM ナファで検索し、 FM ナファのライブの方から、はい、こちらの方、はい、検索いただきたいと思います。で、本日の放送はしばらくの間ツイキャス YouTube の方でも録画配信をしておりますので、ぜひともツイキャス YouTube の方でまたお聞きいただきたいと思います。はい、ということで、もうカンボジアの、まあ、最新情報、うん、来月から、来年か、うん、1月1日から隔離なしで行けると、まあ、いよいよもう世界も動き出したかなというところなんですけれども、まあ、これからカンボジア、うん、未来はどうなっていくのか、うん、まあ、これはもう日本もそうなんですけども、世界がこれからどうなっていくかというようなところになってくるかと思いますが、
ヒロさんのこれから何かカンボジアで、はい、まさか日本に帰ってくることないですよね僕移住して6年ですけど、ね、2015年からですね、はい、はい、まだ1回も日本帰ってないんですよ。マジっすか、はい、僕結構あの内地に帰ったりしてるんですけど、まあ、コロナ禍で、ね、あの非常事態宣言じゃない時に帰ってますよ、はい、はい、あ、そうです、もうじゃあもうカンボジアにもう馴染んでいると。あ、失礼な話なんですけども、はい、アンコールワット現地人でそのまま入れるんですか？だいぶ、うん、あのカンボジア人に間違えられるようにはなってきました今僕、ヒロさんのお顔を拝見しながら、はい、ズームで、はい、お話されてるんですけども、あのカンボジア人、あ、日本語喋れる、日本語ペラペラの日本語よく知ってるカンボジアンと、うん、では感じ、はい、ございまして、で、あの、お店の雰囲気はすごくいいんですよね。あのタイとかベトナム、ラオス、ちょうどね、東南アジア、今ね、お話しされていただいてるんですけども、あの雰囲気のお店なんですよね。もうすぐに飛んできたいというような感じなんですけれども、じゃあ、あの日本に帰ってこずに、まあ、これからカンボジアでどういうなんか夢とか展望とか考えていらっしゃるんでしょうか？そうですね、うん、まずそのまあ、ちょっと硬くなっちゃって、いいですよ、どうぞどうぞ、はい、あのやっぱり日本も今、うん、若い人たち大変じゃないですか、まあ、いろいろ、はい、うん、でやっぱりこう日本ってどうしてもこう極東の島国だったりするので、例えばその海外とこう交流がないとか、うん、あの日本語喋ってるだけで大丈夫とか、やっぱりそういうちょっとこうグローバル、まあ、グローバルスタンダードみたいなこう考え方とか価値観ってやっぱりちょっと乏しいと思うんですよ。で、まあ、ただやっぱり僕ここであの商売やらせていただいて、やっぱり日本人っていうブランドってやっぱり本当にあの世界にあの認められてるんですよね。そうですよね、いやすごい説得力で、ね、日本人ってこれブランドなんですよ、はい、皆さん、そうなんですよ、はい、はい、で僕はもう本当に日本人がちょっとグローバルスタンダード、うん、まあ、例えば英語、うん、あのそんなペラペラ喋る人ないと、うん、僕も英語そんな喋れないですから、うん、でもちょっとだけ英語喋れて、やっぱその世界にこう世界に飛び込んでいく勇気があれば、僕日本人最強だと思ってるんです。世界に飛び込むと日本人最強、そう、日本人だからゆえ最強とかあるんですか？やっぱりね、そのおもてなしとか、うん、あの清潔感とか気配りとか、うん、やっぱりそういうものって、やっぱそのホスピタリティとか、やっぱそういうものってやっぱ僕たちの強みだなっていうのは、うん、カンボジアで商売させていただいてすごい感じたんですよ。やっぱ皆さん絶対日本人だったらそういうものを持ってらっしゃるんで、はい、まあ、僕も結構ね、いろんな国に行って、なんか些細なところでちょっと、うん、いい日本人を出したりする話というで、前もお話しさせていただいたんですけども、あの、はい、マクドナルドで食べた後、はい、ちゃんとあの捨てるのを見て、結構そこのね、国の人が、なんか感心してくれるんですよね、そんなことしなくていいよって。いや、僕はね、なんかお利口に、うん、なんか褒めてもらおうって別にやってくれて、日本人普通に自然と、うんうん、自分が食べたマクドナルドの、うん、その、うん、食べかすはゴミ箱にして、しかもね、日本人すごいのがちょっと分別してるんですよね、あのプラスチックの、あのストローはプラスチックの燃えないゴミに入れると。あれ、我々日本人普通にやってるんですけど、結構これね、ヒロさんどうですか、あのやっぱり日本人そういったとこってやっぱり、うんうん、誇れるところでしょう。僕らが、うん、そうですね、僕らが感じてないところで、うん、やっぱりこう海外の人はすごく日本人認めてくれてると思って、うんうん、で、例えばもう本当に日本で疲れちゃったとか、やる何をしていいかわからないような人がもしいたら、うん、まあ、あの FFF でちょっと一緒に働いたりとか、あ、はい、カンボジア人と触れることで、まあ、その幸せの尺度は何なのかとか、うん、やっぱそういうことで、シェムリアップって本当に時間がゆっくり流れてるので、やっぱその FFF っていうプラットフォームを利用していただいて、まあ、ちょっとこう自分の人生を見直したりとか、あの価値観を変えたりとかっていうことを、あのそういうプラットフォームを作りたいなっていうのはまず、あの一番最初ですね、うんうん、はい、日本で疲れた方、1月1日来年からあのビザ取れます、隔離がないです、はい、心に、はい、やんだと思ったら GoTo シェムリアップですね、
で、そうですね、ぜひ来てください、で、うん、僕もやっぱりね、初めてカンボジアのあのシェムリアップのアンコールワット行った時、はい、やっぱ、はい、ベタですけども、あのアンコールワットのバックが昇る朝日、これやっぱりやられますね、うん、はい、そうですね、ぜひ皆さん心に疲れたらぜひアンコールワットの朝日を見てで、はい、ヒロさんのお店でちょっと長居をして、はい、リフレッシュして日本に帰るか、はい、それともヒロさんと一緒にカンボジアで働くか、はい、というところで、うんうん、アルバイト募集してるんですか、はい、そう、あのね、うん、別にあのインターンシップとかじゃなくて、うん、本当に、あの、まあ、働きたいっていう子がいれば、うん、もう全然あのいつでもあの受け入れてる感じです、はい、なるほど、今までも 何人も若い子一緒に働いて、はい、今でも日本でお付き合いさせていただいてる学生さんとかも いっぱいいますし、はい、本当に、まあ、ベタな、ね、四字熟語ですが一期一会ですよね、その出会いがまあ、ね、まあ、別にねその、うん、人生を変えるとは言わなくても何かの、ね、まあ、きっかけとかね、うん、なることがあったりね、まあ、するかと思いますのでね、はい、そうですね、はい、でもやっぱりこれ、うん、カンボジアってこれ沖縄でも同じことが言えると思うんですけど、やっぱり、はい、あのカンボジアの国旗ね、皆さんに前ご紹介したけども、あのもう国旗からアンコラと載ってるんですよね、うん、そうですよね、もう観光の国ということで、うん、まあ、これ沖縄でもやっぱり言えることで、まあ、観光に依存していたのかどうなのかということを、まあ、結構コロナ禍の中で、うん、まあ、沖縄でも結構深刻な問題になっているんですけれども、はい、やっぱり観光だけっていうのはやっぱ厳しいんですかね、次のことを考えていくのか、うん、あの、うん、僕今実はその、カンボジアってあの一つすごく有名な産物があって、あの胡椒ですね、はい、カンボジアって胡椒有名なんですか？めちゃくちゃ有名なんですよこれ。いや、あのちょっと皆さん、あのお台所行ってください、あの日本の胡椒でカンボジア産、あ、これはある、探せばあるんですか？あると思います。あ、はい、結構だから、はい、高い輸入品を扱ってるスーパーとか、そうですね、そうです、うん、あると思います。スジャータ胡椒だけだけど、普通に売ってるあの赤いやつはあれはどこかな、うん、はい、うん、あ、でも、すみません、あのカンボジアって胡椒有名なんですか？そうなんです、あのカンポットっていう、場所がありまして、カンポット、はい、カンポット、この辺りちょっと今手元に、カンポットはね、はい、あの、プノンペンからちょっと下に下がったところなんですよ、はい、うん、プノンペンから、で、あの、はい、あっちの方です、え、だからね、ケップ、ケップ、あ、ケップ、はいはい、はい、ケップの、あの、はい、港がありますね、はい、はい、はい、その付近 で、結構その、まあ、あの、お塩なんかも有名なんですよ、あ、まあ、海に近いから、うん、そうです、そうです、あの沖縄でも、ね、同じですよね、はい、塩田があって、はい、でそこがすごいやっぱり世界でもかなり認めてられる胡椒の産地なんですけど、あ、で、あ、はい、あ、ちょ、リスナーの皆さん、あの、なんていう町ですかね、カンポット、カンポット、はい、あ、はい、あのちょっと形違うんで、イメージ的に言ったら、あの沖縄本島の那覇が首都のプノンペンで、名護がアンコールワットがあるシェムリアップで、あの南城、八重瀬町、あの辺りとイメージしてください、あの、ちょっと南の方ですよね、もうベトナムとの国境辺りの海沿いのところ、ね、はい、沖縄本島に言ったら、はい、あのアンコールワットあるのが名護辺りで、南城市この辺りです、はい、そこがカンコール塩が有名な、胡椒が有名な、胡椒、はい、で、はい、その僕は今それをあの誰もやってないシェムリアップで今胡椒畑を今作ってるんですよ。あ、もう作っていらっしゃるんですか？今はまだあの、うん、苗は植えてないんですけど、うん、今あの土を入れたり井戸を掘ったりして、はい、畑を作ってます。この、カンポとあの、まあ、沖縄でいうと南城ですかのとこでは胡椒が有名なんですけども、そこのシェムリアップは別に作ってることとかない？そう、なんかカンポットでしかできないみたいな、うん、そういう多分イメージもすごくあると思うので、まあ、それをなんか、まあ、僕はあのかっこよく挑戦という言葉を勝手に使って、
はい、カンボジア人たちと一緒にその今胡椒畑を作っていて、まあ、なんでその胡椒なのかっていう、まあ、カンポットでじゃあ有名なそんな場所があるんだったらカンポットの畑を買ってやればいいじゃんっていう話なんですけど、まあ、やっぱりそれだと僕はちょっとやっぱ全然意味がないと思っていて、でやっぱりそのカンボジア人ってどうしてもその職業の選択肢もすごい狭かったり、やっぱりそのポルポトっていうまあ悲しい歴史、内戦の歴史で、はい、先生や大人がみんな殺されちゃった、やっぱり悲しい歴史があるので、やっぱその自分たちは誇りを持って何かをするっていうところがなかなかいい環境がなかったりするので、でまあ、僕はその一つ胡椒畑っていうのをやっぱり舞台にして、まあ、僕も正直胡椒は作ったことがないので当然、はい、なので、カンボジア人と切磋琢磨しながら自分たちで育った胡椒がしっかりシェムリアップのブランドになって、まあ、そこで誇りを持ってこう仕事ができるような環境ができれば、すごくお互いに有意義だし、お客さんもカンボジア人も僕もみんながこう有意義になれる、そういう畑になればいいなと思って今チャレンジを始めていて、で、まあ、それがやっぱりちゃんとブランド化されて、シェムリアップ初の故障っていうことになれば、まあ、今回こういうようなパンデミックが起きてお客さんが来なくなくなっても、まあ、ある程度こう収益が取れるようなそういう仕組みができれば、すごく、はい、有意義かなと思って始めました。まあ、リスクマネージメントじゃないですけども、まあ、観光ももちろんアンコールワットがあるので、はい、まあ、これもね、やっぱり大事な財産かと思うんですが、はい、そこでもう一つ何か現地の人々と、はい、まあ、故障にチャレンジということ。そうですね。あ、なるほど。はい、ちょっと質問したいんですけども、はい、畑を、まあ、もちろん変わられてるからね、で作るわけなんですけど、地雷って取るの大変なんですか？笑っちゃってごめんなさい。いや、やっぱりあれですか、ケンジさん、カンボジアイコール地雷っていうイメージはやっぱまだリスナーさんも含めていっぱい持ってらっしゃるんですか？いや、カンボジアってなんか道一個外れたら地雷踏むっていう。で、僕も一番最初にカンボジアに行ったのが2004年だったかな、とにかくもう、はい、口うるさく言われたのが草むら入るな、地雷踏むぞというのをなんかもう、その時初めて地雷というね、英単語を覚えたというぐらいなんか聞かされたっていうのがあるんで、なんかすごい、もうカンボジアイコール、草むら地雷というようなイメージがあるんですけど、なるほど、今僕の印象ですと、ほぼないですね。もちろん埋まってる場所もありますよ、まだ、はい、ただそのシェムリアップ、まあ、僕の畑の村の含めて、危険地域っていうのは僕の行動範囲の中ではもうないですね。というと、もうだいぶ除去されたという、かなり努力されて、まあ、日本人の方も入ってらっしゃったりするし、ちょっと僕も勉強不足で、例えばタイ国境 の、ポイペトあたりのちょっとジャングルとかっていうところはまだあるかもしれないですけど、でもシェムリアップで地雷があるから入っちゃダメだよっていう場所は僕は今まで聞いたことないですね。あ、なんか僕、前回の放送で、とりあえずカンボジア行かれる方、地雷気をつけてくださいね、では来週って言ったんですけど、大きな、はい、これも現地の方にやっぱりね、最新の生のね、情報を聞かなきゃ、もう、そんなに地雷はもう埋まってない、もうきちんと除去をだいぶとされたらしいですね。ということは、畑もやっぱり、まあまあ安全にという、ある意味、ある程度安全に耕すこともできるということで、はい、そうですね。なるほど。はい、もちろ ん、 なんかジャングルの奥地とか行ってまだ残ってるけど、まあそんな行かないですよね、まあ、そうですね、まあそこもでもかなり、まあ、まだ地雷除去されて一生懸命やってらっしゃる方はいらっしゃる、なるほど、はい、これね、本当に先入観じゃないですけれども、はい、ツイキャスコメントありがとうございます、はい、はい、まーちゃんさんからありがとうございます、
コロナによって治安に変化ありますかということで、なんか暴動が起こったりそういったので、あのこれも、はいはい、このダマの情報、はい、現地からの情報をお聞きしたいと思うんですけど、はい、なんかあの、暴れたりとか、はい、強盗が増えたとか、なんかあるんですか。これもシェムリアップに関しては、シェムリアップ、はい、ほぼないです。そういうことほぼない、ほぼないです。カンボジア人の気質、うん、これはもう僕の持論ですけど、うんうん、はい、やっぱりこうカンボジア人ってすごくこう、うん、なんか助け合いとか、うん、困ってる人を見たらすぐ助けてくれるとか、うん、人のつながりとかってやっぱすごい大切にする人種だと思うんですよ。はい、なので、うん、まあ、僕が外国人ですけど、もう本当にヒロヒロって呼んでくれて、うん、まあ、ちょっと具合が悪い時はお粥を作ってくれたりとか、うん、近所の人が、うん、そういうコミュニティ力ってすごい強いので、うん、なんか建物に押し込んで、うん、なんか入り込んで何か物を盗んだりとかっていう話は、うん、僕は聞いたことはないですね。あ、現地の生情報です。はい、特に暴動とかを、暴動とかは現地に住まれているヒロさんは見たことがないということで、はい、で、うん、やっぱりあのその中カンボジア人の、ま、コロナだから、ま、こういう、ま、こういうご時世だから、まあ、ま、ま、助け合おうとかそういう感じなんですか、みんなで。そういう、はい、気持ちはすごく僕は感じる、うん、ますね。はい、まあ、うんうん、これって、まあ、昔の良き日本には、まあ、あったかと思うんですけども、うんうん、沖縄も結構なよく似たことが言えると思うんですけど、結構そのつながりとか、うん、まあ、はい、親戚とか、まあ、はい、その、うん、同級生とかのつながりすごくね、はい、うんうん、あの沖縄人の方々は非常に大事になさるのでよく似てますよね、はい、うんうん、すごくなんか共通点は僕ある、うん、あると思います。あ、うん、なるほど、はい、うん、本当に、ね、困った時に助け合うというのが、まあ、まあ沖縄うちなんちの、まあね、いいところ、はい、うん、なので、うん、僕も、うん、内地からの移住者ですので、まあまあ、はい、沖縄から見れば外国人なんですけども、やっぱりそういう沖縄の方々の優しさとか、うん、そういったところに何ていうかな、まあ、自然と惚れ込むっていう感じですかね、うんうん、ヒロさんにとってのカンボジアの人々のそういう思いやりとかそういったものなんか心からキュッてな感じの。感じ、ね、まあ、なかなかね、うん、気持ちを表すのは難しいと思うんですけれども、はい、うん、ああなるほど、あ、マージャさん、はい、ありがとうございます。まあ、治安は特に、うん、シェムリアップはないということで、ということは、まあ、1月1日何度もね、僕すっごくもう気持ちね、もう飛ぶ気満々ですね。方向の旅人健二さんですね。もう思いついたら、うん、旅に出るとね。ちょっとね、コロナでしばらくね海外1年ちょっと行ってないんで、パスポートが、うんうん、切れちゃったので、うん、月曜日まず更新来ます。はい。はい、で、うん、で、まあね、うん、ボードも特に、うん、そんな治安もか、うん、それほど、うん、もっともっとシェブリアップでアンコールの街って治安いいですよね、カンボジアの中でもね。そうですね、やっぱり、うん、結局観光業なので、うん、その治安が悪いというイメージついちゃうとやっぱりみんな観光客来てくれないので、うん、まあ、そういう観光省とかも、うん、まあ、そういう意識は持ってらっしゃるのかなとは思いますよね、うんうん、なるほど、はい、はい、うん、ぜひ、リスナーの皆さん、もしも、あ、もしも、もう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 、今です、今もうパスポートを準備しそして、今日の夜ね、コツコツと安い航空券を探して、ぜひとも来年2022年1月1日、まだこれはね、まだ、うん、未定なんですけど、ね、一応その予定ということ、はい、うん、あ、そうです、予定、今準備をしてますっていう、準備をしてますので、はい、うん、隔離なしでアンコールワット遺跡に、ま、行けるということでございます。はい、気づいて、はい、ヒロさんにいろいろね、カンボジアアンコールワットのことについて、ま、お聞きしたいかと思います。はい、それでは皆さんから、はい、リクエストメッセージコメントお待ち申し上げております。カンボジアのヒロさんに聞きたいカンボジアのことやアンコールワットのことなどとどしどしリクエストコメントいただきたいと思います。ツイキャスから FM 那覇を検索し FM 那覇
FM 那覇 78.0MHz 来年で20周年をクリックしていただいて、ライブ放送の方からメッセージよろしくお願いいたします。また YouTube の方でも生配信しております。 FM 那覇で検索し FM 那覇 78.0MHz ライブの方から YouTube も、はい、生配信聞くことができます。こちらの方ツイキャス YouTube の方では録画配信もしばらく空いたしておりますので、ぜひとも、はい、お聞きいただきたいと思います。はい、今日はカンボジアから、はい、カンボジア在住のヒロさんと、生中継を結びまして、今のアンコールワット遺跡があるカンボジアセムリアップの状況をお話、はい、聞かせていただいております。はい、リクエストメッセージありがとうございます。メッセージありがとうございます。はい、ツイキャスの方からまーちゃんいつもありがとうございます。素晴らしい国民性ですね。沖縄にも似たものを感じますと。あ、まーちゃんさん、うちなんちでしょうかね。沖縄と同じ、ね、ような素晴らしい、ね、国民性の、ね、方々のお話ね、聞かせていただきましたけれども、先ほど、うん、ヒロさんの情報によると、どうやら、来年2022年1月1日をもちまして、隔離なしで、まあ、カンボジアに訪れることができるという現在の予定情報を、はい、最新情報、ね、いただきましたけれども、はい、コロナ禍が明けてある程度自由に海外旅行ができるようになって、じゃあ世界遺産、あの有名なアンコールワットに見に行こうかなという方に、ヒロさん、ぜひとも、はい、このアンコールワットがあるシェムリアップのおすすめの場所とか、うん、はい、もちろんおすすめのお店はフレッシュフルーツファクトリーかと思いますけれども、はい、何か、おすすめの場所とか、こういうところ、うん、穴場でいいよとかあれば、うん、現地の、はい、方の生のお話聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、何か、はい、いいとこありますか。うん、いや、もちろんやっぱアンコールワットは、これはもう絶対外せないですけども、うん、絶対外せないですよね。でそれ以外の僕のおすすめはですね、何もしない、何もしない、すごいキーワード出ましたね。アンコールワットを見て、はい、見て、はい、あとはもう、あとは何もしない、何もしない、ゆっくりする、何もしない、ゆっくりする。これね、実は僕すっごいわかるんですよ。前もねお話しさせていただいたように、コロナ禍前、まあ、1、2ヶ月に1回はタイに行ってた、まあ、年4、5回ね行ってたんですけども、何しに行ってるのっていうふうに、よく聞かれるんですけども、あのケニーさんすいませんが、タイにそれほど行かれるってことは、あちらになんかご家族の方がいらっしゃるんですかとか、結構なんか言われたりするんですけども僕タイに行って何もしないんですよ。うんうん、本当にもう何か普通に、うん、何もせずに普通に生活すると、うん、で、うんうん、これなんか僕は分かるような気がするんですけれども、シェムリアップって本当に、まあ、自転車でもバイクでもレンタルされて、うん、本当に 2,30 分行くと、うん、もう本当に田舎の風景がわーっとこう広がってくるんですよね。うんうん、でまあ、ちょうど今雨季の終盤で、ちょうどこう田んぼも稲穂が出てきて、こう緑がすごく綺麗で、水も豊富な時期 で特に有名な場所じゃなくても、もう夕日がすごい綺麗なんですよ。あ、はい、僕は遺跡のね、はい、スラスランですかね、の夕日、まあ、これも有名なところだと思うんですけども、はい、普通にそこの、はい、夕日が綺麗と、そうです、うん、もうだから、うん、もう物もにつけるもよし、うん、これからの自分の人生を考えるもよし、うん、やっぱ本当にゆっくり時間が流れて、うん、本当に田舎の風景っていうのは本当に素晴らしいので、うん、なんかもちろん遺跡観光で、うん、いいですけど、まあ、ツアーで例えば朝日から見て、うん、夜のアプサラショーまで、うん、1分1秒しっかりじっちりこうスケジュールを詰め込むのではなくて、うん、
遺跡を見た後にその自分で探索して、好きな夕日スポットを探してみるとか、やっぱりそういうところに時間をぜひ使っていただきたいっていうのがやっぱシェムリアップの魅力ですかね。わかるような気がしますね。カンボジアのシェムリアップに限らず、タイもバンコクではなかなかね心癒されないんですけども、ちょっとね北部とか、行ったり、またミャンマーとかこういったね、次回ちょうど、ラオスの話もするんですが、ラオスも結構ね似たところがあったり、本当に心癒されるという、でそれだったらやっぱり時間が結構いるんではないかなというふうに思われるかと思うんですけど、結構僕ね旅して東南アジアで結構ね次のなんか転職で次の仕事が決まって、でその次の仕事の、移るまでの2週間とかで旅行しているという人は結構多くて、そういう、機会とかを使ったり、それこそ本当に、もう上司やだと思ったら皆さん今日夜、スカイチケット、スカイスカニアで検索してアンコールワット、シェムリアップ行って、何もしないというのもいい選択肢だと思いますし、シェムリアップちょっと遠いかなと思うんであれば、沖縄も結構ね、何もせず、僕もね結構沖縄来ていた時は何しに沖縄に行くのって、何もしないで、ずっと、別に海見てるわけじゃないんですけどね、もう何もしないというのはこれ結構旅のキーワードとして面白いかもしれないですよね、そう思います、僕も、で、このお店なんですけど、ちょうど、インスタグラムの方から、Google 検索されていると、ちょうど目抜き通りのとこですよね。そうですね、柴田っていう、ちょっと大きい通りの1本入ったところですので、そんなに位置的には探しにくい場所ではないと思います、お店は、ということは、もしも、ちょっと心が病んで、もう明日もう上司の顔を見たくないと、会社員の方、または、もう受験に悩んでもう人生やだと、そこまで思わなくていいんですけどもね、やんだり、ちょっと気分リフレッシュしようかなとか、何かちょっとね、きっかけに、ちょっとアンコールワット、見てみたいなと思う方、これヒロさんのフレッシュフルーツファクトリー、これ、日本の皆さん お邪魔していいですか？もちろん、もちろんの承諾いただきました、ありがとうございます。なんかそうするとちょっとこれはコマーシャルを入れなきゃいけませんね。皆さん、カンボジアアンコールワットに行かれたら、カンボジアのフルーツをふんだんに使ったパンケーキ、パスタ、スムージー、そしてかき氷が、自慢のフレッシュフルーツファクトリー、ぜひ訪れていただきたい、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。機会に、日本人の皆さん、ぜひ、ヒロさんを頼ってアンコールワットの、遺跡の中でもここのスポットから見ると結構、綺麗よとか、そういった情報ももちろん持っていらっしゃいますよね。もちろんもちろん、こういう情報はやっぱりね現地の方に聞くのが一番です。ぜひとも、ヒロさんを頼って、皆さんカンボジアアンコールワットに、行っていただきたいかと思います。今日は、こちらの番組カンボジアと、生中継を結びまして、カンボジアアンコールワットにある町シェムリアップのカフェフレッシュフルーツファクトリーのオーナーさんヒロさんと生中継を結びまして、今のカンボジアの、状況、そして、これからの、ヒロさんは、観光に頼るんじゃなく胡椒作りに、チャレンジするということのお話とか
本当にいろいろな、生の情報を、まあ、お聞かせいただいたんですけども、ヒロさん、はい、あの胡椒って僕すごい農業というかそういう植物に疎いんですけども、あれは乾燥してなかったらダメなんですか、はい、それとも雨がいるんですか胡椒は、気候的には、胡椒は結構デリケートなのでちゃんと水もあげなきゃいけないですし、うん、水はけも良くなきゃいけないっていうところですね、沖縄で作れるんですかね、どうですか、沖縄作ってるんですよ胡椒、あ、すいません、すごい、あの日本で胡椒を作ってるのは沖縄だけですよ、すいません僕すっごく今すいません、あのちょっとお待ちください、はいはい、はい、台本落とすぐらい僕衝撃を受けております、いや、はい、人生日々勉強です、はい、はい、めちゃくちゃ美味しい胡椒あるんですよ沖縄は、沖縄ってのはもう、うん、まあ、塩のね、はい、もうイメージで、まあ、お土産品とかでもね、はい、胡椒って、まあ、なかなか見たことがないので本当に、うん、はい、逆に胡椒って輸入物とかそういうねなんかイメージがあったんですけど、うん、はい、失礼いたしました、じゃあ僕の企み、沖縄で初の胡椒を作って、はい、もう作ってるんですね、はい、企みが、うん、はい、という失敗で終わりましたけれども、はい、本日はカンボジアから生中継をお送りいたしましたけど、来週10月29日金曜日の放送でございます、あ、ごめんなさい、今日が10月29日ですね、来週の11月5日の金曜日の放送のお国はラオスに行きたいと思います、はい、そこで10画目ラオスに関するリクエストを募集しております、ラオスでどんな国などなど皆様のリクエストメッセージお待ちしております、またインスタグラムまたアベンバブローの方で情報をアップしておりますので、インスタグラムは小文字でアルファベット旅人ドットケンジさん、アメーバブログは旅人ケンジさんで検索してみてください、ということで、はい、お時間も、はい、エンディングになってきましたけれども、はい、ヒロさん本日あっという間の、はい、僕は1時間だったんですけれども、どうも楽しかったです、あ、僕も非常に、うん、楽しかったです、1時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、もう本当にヒロさんからね、もう本当に、まあ、現地、まあ、これは本当にまだねあの予定なんですけども、来年2022年1月1日から、まあ隔離なしでどうやら行けるという、うん、話、はい、これまた予定、うん、あくまで本当に予定なので、うん、まあ、情報を聞いたりで、まあ、特に治安は、うん、まあ、そんなに乱れていないとか、まあ、でヒロさんは、まあ、観光に頼らずに胡椒に、まあ、チャレンジする、本当に、ね、いろんなお話いただいたんですけども、僕が今一番正直、うん、印象に残っているのが、はい、沖縄で胡椒が取れていたということを知らなかったことが今日の番組の一番の収穫でしたということで、ヒロさん全然関係ないということになってしまいましたけれども、うん、はい、今日一番最初、ね、はい、カンボジアのこんにちは、これがチョムリャプスオーということで、はい、ご挨拶させていただきましたけども、こんにちはチョムリャプスオーという形、はい、かあの一応あのこんにちはですね、はい、チョムリャプスオーはね、うん、結構初めましてみたいな感じですよね、うん、初めまして、あ、うん、はい、はい、で、うん、こんにちはっていうか、うん、いやーって感じ、スースだーいみたいな感じ、スースだーいと、スースだーい、あ、スースだーい、はい、あー、はい、なるほど、あ、これやっぱりあのこれ合唱するんですかね、カンボジアは、そう、あの手はあの目上の人とか、うん、あまりこう知らない人に関してはこう 手合わせて、はい、これはタイのサバディカーっていうような感じと、そうですね、そうです、やっぱり仏教国ということで、はい、そうですね、はい、ありがとうはオープン、ありがとうはオープンですね、はい、あ、なるほど、僕ね、はい、あのそうだ、今日はヒロさんとお話しするんだということで、あ、確かあのこんにちははあのチョムリャプスオーだったなって、あと、うん、 うん、ありがとうがオープンだったなと、で僕ね一個だけねカンボジアのクメール語でね頭の中にインプットされてるね言葉があったんですよ、うん、オトトラティカーテイ、オトトラティカーテイ、カーテイ、あ、なんだろう、僕の発音が悪かったかな、うん、あの、いいえいりませんっていう言葉、あー、いいえいりません、間違ったかな、うん、うん、なんか、あ、簡単だと、おってえおってえって言うと、もう、いらないいらないとか、なんか、はい、おって、はい、うん、おってトラルカーテイ、なんか、その、
ブルルルっていうこのなんか泣き舌ってくれるものが あるんですかね。ここでね、カンボジア人だって教えてもらったんですよ。ブルルルっていうふうに泣き舌するんだよっていう感じで言われたんですけど、はい、あ、クメルはやっぱりそれほどでもないですか、泣き舌って。泣き舌はあんまりないですね。あ、そうですか、失礼いたしました。タイ語、タイ語で結構ね、泣き舌うるるとかね、あったり、そうですよね、僕のインプットされてたカンボジア語が、まあ通じなかったということでございまして、失礼いたしました。はい、はい、ということで、はい、本日、はい、スペシャルゲストといたしまして、カンボジアアンコールワットにある町、はい、ケムリアップでカフェを営んでいらっしゃるフレッシュファクトリー、フレッシュフルーツファクトリーのオーナーさん、ヒロさんに、はい、ゲスト出演していただきました。ヒロさん、ちょっとだけコメントが今入りました。はい、マンゴーさんです。はい、カンボジアに行った気分になりました、楽しかったですと、はい、あ、コメントがあります。ありがとうございます。はい、それでは、改めまして、カンボジアのフレッシュフルーツファクトリーのオーナーさん、ヒロさんにカンボジアのお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとう、あれはオークンということで、オークンこんにちは。はい、終わりましたけども、旅人ケンジさん、ひまたが世界一周してみた、パーソナリティは世界を旅する方向の旅人ケンジさんでございました。また来週の週末金曜日の9時にお会いしましょう。おやすみなさーい。